水野千鶴さんによる作品名味方ペットロボットのプレゼンテーションです。水野千鶴です。よろしくお願いします。私は味方ペットロボットという発明を考えました。どんなロボットかというと、勘違いされたりすごく怒られたりした時に味方になって助けてくれるロボットです。このロボットを思いついたきっかけがあります。学童で A 君と遊んでいたら、先生に私も廊下を走っていると勘違いされて一緒に怒られました。私はむしろ A 君に注意していました。勘違いですと言いたかったのですが、怖くて言えませんでした。私のように怖くて言えなかったり、怒られすぎて悲しい気持ちになる人がいると思います。そんな時に役立つロボットです。このロボットは周りの人たちの話を聞いて、それは勘違いじゃないかなのようなセリフで助けてくれます。ロボットには周りの人の話を聞くマイクがあります。そのマイクで聞いた話をコンピューターが分析して、アドバイスや助けるセリフをスピーカーで言ってくれるというわけです。見た目は可愛い動物、いつも一緒にいるためにも肩に乗るくらいの大きさがちょうど良さそうです。でもこんなロボット一体どうやって作るのだろう。私には全く分かりません。それで身近なもので近いものがないか考えました。あったんです。それは皆さんもよく知ってるスマホです。スマホにはマイクもコンピューターもスピーカーもありますし、いつもみんなが持ち歩いています。でもよく考えると大問題がありました。何だと思いますか？そうです、スマホは高いのです。子供には買ってもらえそうにないし、きっと部品も高いに違いありません。スマホの部品は調べてみると特殊な形をしているので、代わりに使えそうなものがないか調べました。このスライドの部品が見つけたものです。マイク500円、コンピューターが3500円、スピーカーがなんと50円、充電電池が550円、足し算すると4600円。これなら誕生日のプレゼントに買ってもらえるでしょう。どうですか？でもこの部品を集めてさあ作ると言われてもできません。難しそうなところが4つあります。ぬいぐるみに入れること、肩に乗せ続けること、何よりプログラム、それから正しく答えてくれるかどうか。でも自分なりに解決できないか考えました。まず1つ目、ぬいぐるみに入れるのは意外と簡単です。似たようなおもちゃがあるので、それを真似したりおもちゃの会社に作ってもらえばいいのです。ちなみに私もこのインコのおもちゃが欲しいなと思っていました。次の難しいところです。肩に止まらせるのはロボットの足に強い磁石をつけて、服を磁石で挟むようにすれば落ちなくなるのかなと思いました。こんな風に磁石でサンドイッチするんです。さあ次の難しいところです。プログラム難しいです。でもすでに音を認識したりするソフトは、パソコンやスマホにあります。それからチャット GPT もあります。こういう AI を組み合わせればきっとできます。次は最後の難しいところです。一番難しいかなと思うのが、正しい反応をしないかもしれないということです。同時にたくさん声をかけられたり、仲良しの子がふざけて言っただけだったり、難しそうですよね。でも最初のロボットはすごく怒られたり、強い言葉で言われた時に言い過ぎだよと言ってくれるだけでもいいのかなと思いました。そのうちにロボットにカメラをつけたり、怒られたと感じた時を理解してくれたり、相手の情報も掴んでくれるように進んだ技術を取り入れていけばいいと思います。このロボットがあれば学校でも会社でもお家でも怒られて悲しい思いをする人が救われた気持ちになるでしょう。以上が私の発明、味方ペットロボットです。ありがとうございました。千鶴さん、発表ありがとうございます。すごく上手にできました。一つ質問なんですけれども、これ鳥の形にしたのは、千鶴さん鳥が好きなのかな？動物が好きだから、鳥で鳥を
はズームそれだったら他の例えば猫とかでもいいのかな。そうだね、わかりました、ありがとう。はい、ありがとうございます。では続きまして谷田様いかがでしょうか。はい、大変よくできたと思います。私も一つ質問があるんですけど、宿題をしなくてお母さんから怒られているとします、どっちが悪いですか。それは、宿題をしなくて怒られてて、で強く言われた時に味方になってそういうことなんですね。もう先に答えてくださってありがとうございます。だいぶどういう時に助けてくれるのかなって思ってたんですけど、お答えいただいてありがとうございます。はい、以上です、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お母さんが怒りすぎてしまったらフォローをしてくれるということですね。はい、ありがとうございました。水野千鶴さんのプレゼンテーションでした。